ラギ先生でパワーチャージをしてもらったので、これから純ママとご飯です。早く終わったから純ママを待ってるよ。マミちゃんおやつもらうからね。今日のバブちゃんのお洋服はつなぎです。かわいいやつ。おパンツにさっきおしっこをしてくれたので、おパンツは一回外してます。カフェに行ったらおパンツつけようかな。府中大好き。